ちは、皆さん、スプスプです。先週アップした韓国のおすすめパック動画はいただけましたか？韓国で購入するならこれ。韓国検事で人気の化粧品を紹介したいと思います。今日はカーラーメイクから香水水まで9つのアイテムを紹介していきますので、最後まで楽しんでみてくださいね。まず今韓国ではグロシナリップがすごく人気があるんですけど、その中で一番人気のアイテムがこちらです。これはヘラのセンシュアルスパイシーヌードグロスですが、韓国で今大人気のリップグロスです。ケースがめっちゃ可愛いですよね。リップグロスですが、色もある程度ついて、ただ唇に塗っても綺麗に発色するし、プランピング効果もあって、最近韓国で流行っているボリュームリップにすることができるのにベタつかないのが特徴です。4色展開で、私はこの中で382番のカラーが一番気に入っていますが、日本の方はおそらく105番が一番気に入られるのではないかと、ではないと思います。105号はピンク系のグロスですが、中にゴールドのパールが入っていて、ナスのオーガズムを乾燥するからです。ヘラの製品でアリタウムやセポラでも購入できて、値段は35,000ウォンです。次は韓国の女性なら必ず一つは持っているアイシャドウなんですが、それはこちらです。アリタウムのシャイングピクスアイズで7色あります。昔からずっと人気ですが、今日ねリニューアルしてからこちらに色味が綺麗になりました。このシャドウは涙袋に塗ったり、ポイントパールシャドウとして使うにいいんですが、粉飛びが少なくて密着力があるので、長時間パールが長持ちするのが特徴です。私は個人的に3号と6号が一番好きです。3号はコーラルカラーでイエベの方におすすめて、6号は紫系のベースにオパルパルが入っていて、ブルベの方にすごくよく似合う色です。密着力がいいので、パールアイシャドウをお探しでしたらこのアイテムがおすすめです。このシャドウを使ったメイク動画もありますので、この後よかったら見てくださいね。そして最近韓国で大人気のブランドがあるんですが、ロム&ってもしかして聞いたことありますか？ありますか？ロム&はカラーアイテムが本当にイケてるブランドなんですが、その中でシャドウパレットが一番おすすめです。6種類の色がありますが、私は最初の3つの色がおすすめです。1号はコーラル、2号はピンク、3号はブラウンカラーです。このシャドウパレットはベースカラーと陰影カラー、ポイントパールカラー、そしてラインスモージングをすることができる濃いカラーが入っていて、このパレット一つだけでアイメイクを完成させることができるのがいいです。特にこのポイントカラーがめっちゃくちゃ可愛いです。すごい可愛くないですか？値段はリーズナブルな方で、必要なカラーだけが入っているので
すごくおすすめです。オーリブヤングで購入できて値段は18,000ウォンです。次は韓国のプチプラファンデーションの中で一番性能がよく人気もあるファンデーションを紹介します。ネイチャーリパブリックのワンデーラスティングファンデーションです。私が本当に本当に大好きなファンデーションなので韓国のチャンネルでもよく使っているのをご覧になったかと思います。プチプラのファンデーションですけど最初に発売された時ビューティーユーチューバーの中で百貨店のファンデーション並みにいいと噂になっていました。それで自然と人気アイテムになっていたものです。カバー力は中間程度ですが薄付きなで密着力もいいし持ちも本当にいいです。密着力がいいので大切な日や外に長時間いる日に使うといいです。私も本当に好きですし日本の方もお気に入りいただけると思いますのですごくおすすめです。同じくクッションファンデーションも今韓国ですごく人気のあるアイテムがなんですがそれはエティードハウスのダブルラスティングクッショングローです。これも本当に薄付きなので自然な仕上がりでお肌への密着力もすごくいいし持ちもとってもいいです。今年韓国ではナチュラルなツヤ肌ベースメイク製品が人気なんですがこれはその中でも一番ナチュラルだと思います。最初に塗ってた時は他のツヤ肌の製品よりもしっとり感が足りないけど時間が少し経つと自然なツヤが出てきてそれがとっても綺麗です。このアイテムは友達にもファンの方にも口が痛くなるほどおすすめしている製品です。値段は20,000ウォンでエティドハウスで購入できます。次は口コミの多いベースを一つ紹介します。それはヘラのマジックスターターです。ヘラは私が好きなブランドの一つなんですが昔は主に30代から使うブランドでしたが今はブランドが若返って10代、20代もよく使っています。ヘラは特にベース類が特にです。 CC クリームもすごくいいですし今紹介したメイクアップベースも本当にいいです。これをファンデーションの前に塗るとお肌のトーンも綺麗に整えて滑らかにしてくれるので上のファンデーションがより綺麗に塗れるように助けてくれます。そしてファンデーション持ちもよくしてくれて私は日焼け止めの次に塗ったり日焼け止めと混ぜて使っています。お肌も明るく見せたい時は25ラベンダーカラーをピュアなお肌のしたい方は35ミントカラーをおすすめです。お肌が乾燥してファンデーションが浮きやすい方はこの製品を使うと満足できると思います。本当に本当におすすめです。次は韓国風のメイクをするのに必ず必要なシェーディングです。韓国で人気のシェーディングはトゥクル、ポスクル、ビア、ミシャ、そして最近はペリペラも人気があるみたいですけど私はこの中でミシャの製品をおすすめです。ミシャシェーディングは粒子が細かいので自然で肌地味味がいいのが特徴です。人気カラーは2つあるんですがスモークドヘーゼルとベイクドベーグルカラーです。スモークドヘーゼルカラーは赤みがないので
フルベの方におすすめで、ベイクドベーグルからは温かみのある感じので、イエベの方におすすめです。韓国のメイクをしてみたいならこの製品が本当におすすめです。次にハイライトは外せないですよね。ハイライトはこれがおすすめです。クリオのプリズムウェアハイライトです。プチプラのハイライトにしては値段が高いけど高級感のあるパールで韓国で人気の製品です。粒子が本当に細かくてぬるっとツヤがキラキラしてとっても綺麗です。1号はゴールドカラー、2号はピンクカラーで、ピンクカラーがすごく綺麗で可愛らしいのでおすすめしたいです。値段は 23,000ウォンで、クリオやオリブヤングで購入できます。最後はリーズナブルで人気の香水をおすすめします。韓国のブランドではないですが日本では販売されてないみたいです。香りが本当に良くて、韓国では学生から20代まですごく人気のボディファンタジーのボディミストです。桃の香りやリンゴの香り、オレンジの香りなどいろいろな香りがあります。その中で一番人気のアイテムはウェディングデイファンタジーです。さっきシャワーを浴びたばかりのような香りにお肌の香りが混ざっていてすごく人気があります。私は個人的にホワイトムスク、ロメンス&ドリームス、ピュアソープの順に好きです。ホワイトムスクの香りは柔らかいけど小生らしいムスクの香りで、ローマンス&ドリームスはビクトリアズシークレットのボムシェルと全く同じです。ちょっとセクシーな感じ。そしてピュアソープはシャワーを浴びたばかりの雪線の香りです。このボディミストは保湿効果があるとか持ちがいいわけではないですが、値段が本当にリーズナブルですし、どこでもすぐにスプレーしやすいボディミストなので本当におすすめです。これで私のおすすめアイテムは終わりです。次は日本の化粧品でする韓国風のメイク動画をアップする予定です。楽しみにしていてください。もし他に見てみたい動画がありましたらコメントを書いてくださいね。사랑해요。ではバイバイ。